まあ、聞きやすいオリジナルを持っている人です初めてですからね、まあ、どこでね、どこかで聞いた後パクリになりますから、そうじゃなくなんとなく飛び込みやすい、そういう曲にいきたいと思いますね。じゃあできるなら1、2、1、2、3、4、
まあ、ちょっと私の占領下の思い出話をさせていただきますと、高校時代ですね、あの占領下って毎日放送はございませんでしたが、 MBS メリカ放送というのがあったら有名ですよね。メリカ放送、私は毎日放送、高校時代の毎日、MBS のヤングタウン、ヤングタウン今でもやってますね、ヤングタウンやってます。僕らの時はヤングタウンで三四三の司会でやってて、あの八田太陽選手権でもあったんですよねそういう歌番組のね、あのチャンピオンが挑戦者5人を受けて、チャンピオンが一最高点で5週勝ち抜くと30万ぐらいもらえるかな、10万か30万がもらえるって高校時代だったんですけど、4週目で落ちましたねちょっとなんで4週目で落ちんねんと、ね、もうご苦労様でしたと、ハウスシャンメンセットをいただいて家帰ってお母ちゃんにこんなに回ハウス4週まで行ったのにって、そういう思い出がある選挙家でございまして、まあ、一応歌うまいですよ、私チャンピオンですそんなことないですそんな思い出がございます。まあすごいですね、温先生19回ってなると2回で1年としたらもう10年になるね。そうですね、こういうのね、本当にもう本当になんか僕のためにあるような、月曜日にやってくれはるなんて、本当だからずっとね出れちゃうんですよね、僕ね、月曜日は、日曜日はもう絶対もういけないわけでございます。もうありがたいなと思います、温先生。そんなこんなで、これは何をしようか、そんなこんなでちょっと曲調を変えた感じの曲をやっちゃおうかな、もうすぐ10月になると、10月11月になると、管理釣り場が解禁になります。なぜって皆さん関係ない話でございますけど、釣り場、もう釣りに行くような話をちょっと一曲やらせていこうかなと思っております。釣りに行きたいけどお父さんが毎週毎週言い訳をするという内容になっております。なんとか今日は行かしてねという曲になっております。フィッシング動画ブロー、聴いてやってちょうだい。
接するのさ。一週間経つと忘れるけれども、だと春になったら泣けるさ。夏と秋はブラックバス、冬は寒いのに感じればさ、君の笑顔が怒ってる、情けない顔して泣いてる。3ステージと今回3回もやらせていただく、ありがたいことでございます。若干セーブしておりません、もう言っとります。お、それではちょっとこういうカフェにぴったしのしっとりした曲でございます。気にしか見えないという曲をやらせていただこうかなと思います。それでは君しか見えない。こんなに遅く呼び出して君を困らせたかな。二人を包む夜の静けさは僕の未来に西から南へと流れる今宵は雲が綺麗に見えるよね。二人を包む夜の静けさは僕には君しか見えない。
どうもありがとうございます。それではラスト曲となりました。どうもありがとうございます。うん、さあ最後はなかなか弾き語りで珍しいフィージョンでやってみたいと思います。俺なかなかねそんなのやるやつ これはなかなか聞き物やと自分で言うとおりますけども、それやるんですか。え、なんて。それでそれ行くの。あ、まあまあまあいいよ。大丈夫。今日はもうなんかだんだん生になると思う。うん。まあ十分超えてるけどね。それではラスト曲は先人工衛星はやぶさをテーマにした曲がございました。まあはやぶさ2も今年来年ですか、来年のくらいね、10月ぐらい買ってくるという。またオリンピックの後にハヤブサ2が盛り上がるんじゃないでしょうかというね、多分砂持って帰ってきてるやろと今度は思うんでございますけど、ハヤブサ2、これCD にして JAXA に送ろうと思ったんです。今の今中ですよ。バーンと、もしかしたらバーンといくかもしれません。それではそれをテーマにハヤブサということで、お別れしたいと思います。どうも宇都宮ひじでした。どうも長野くんありがとうございました。どうも。宇宙時間に君を連れて
ことでした。どうもありがとうございました。さあ、撤収。早いよ。ありがとうございました。